今城ヶ島漁港でみんなと猫ちゃんたちと遊んでて、これからお昼なんですが、いつも金谷食堂さんでマグロ丼食べるんですけど、今日は急遽休みっていうのを事前に知ってたんで、三崎口駅前のセブンでお昼買っておきました。では海見ながら食べます。